アイザック・キャンベル・キットはアメリカ合衆国の軍人、海軍少将,将。1941年12月7日の日本海軍による真珠湾攻撃において戦艦アリゾナの環境で戦死した。第二次世界大戦において戦死した初のアメリカ軍将官でもあった。死後に名誉勲章を受章している。息子のアイザック・シー・キット・ジュニアは海軍大将となった。 キットは1884年にオハイオ州クリーブランドで生まれた。1902年に海軍兵学校に入学し、1906年2月に卒業した。1908年に少尉に任官する。1907年から1909年にかけて行われたグレートホワイトフリートの世界一集航会に戦艦ニュージャージーの乗員として参加している。 その後戦艦のオセダコタ巡洋艦ピッツバーグに乗り組み太平洋艦隊司令長官の副官となる。1916年から17年には海軍兵学校の教官を務めた。第一次世界大戦中から戦後にかけてキッドは戦艦ニューメキシコに配属され、その後海軍兵学校専任教官として勤務した。1925年から26年まで 戦艦ユタの副長を務め、1927年から30年まで貨物輸送艦ベガの艦長を務める。その後、1927年から1930年にパナマ運河地帯のクリストバル公式艦となり、大佐に進級した後、1930年から32年までアメリカ合衆国艦隊司令部の幕僚長を務めた。ワシントン DC で、 公開局に3年勤務した後、1935年から36年まで、偵察部隊第1駆逐戦隊の指揮官を務める。その後海軍大学校の教官を務めた後、1938年9月から1940年まで、戦艦アリゾナの艦長を務める。少々昇進後、キッドは、第一戦艦部隊の司令官及び、戦艦戦闘部隊司令官の幕僚長、 自席指機関を務めた。1941年12月7日朝、日本軍による真珠湾攻撃が伝えられると、機関アリゾナの環境に急いだ。キットは勇敢に上級将校としての任務に努めたが、弾薬庫の爆発と爆弾の直撃により戦死した。その死後、名誉勲章を受章した。三隻の駆逐艦が、キットの名誉にちなんで、キットと命名された。 ありがとうございます。